道内では、上空に寒気を伴った低気圧の影響で。昨日夜から、今日未明にかけて、各地で激しい雨とともに、落雷が発生し。停電が相次ぎました。午前一時過ぎの、札幌市北区の様子です。雷が光っているのが確認できます。道内は、低気圧の影響で、大気の状態が不安定になっていて。 激しい雨や雷雨が相次ぎ、午前7時現在で根室地方でおよそ140戸が停電になっています。気象台は夕方にかけて竜巻などの突風や落雷、氷にも注意するよう呼びかけています。